世界は闇、世界は炎に包まれる。ワールドイズエンターテイメント。ブラックチャンネル。レオ博士、遊びに来たよ。いらっしゃい。適当にくつろいでくれ。うん。それで新しいおもちゃってどんなの？おもちゃじゃない、発明品だ。実はブラックと協力して他の平行世界マルチバースを行き来するための研究をしててね。今は情報ぐらいなら安定して調べることができるようになってきたんだ。情報だけ？実際に行ったり来たりはできないの？情報だけとバカにしちゃいけない。例えば魔界クラフトがミニモンの会社から発売された世界を発見した。何その世界、面白そうだろ。つまり情報は何よりも大事で。レオ、ちょっと来てくれ。あ、今行く。ちょっと待っててくれ。楽しみだな。どうやって動くんだろう。うわぁ、動き出した。どうやって止めたら。何これ。あれ、サトシ。いてて、ここっていっぱい。ワールドイズエンターテイメント。ブラック、でもいつもとちょっと違うような。エンタメの時間がやってきました。今日の企画はこちら。子供を救うヒーローは現れるのか試してみたです。姫ちゃん、カカカ。ヒーローが命を捨てて助けに来る姿は感動しますからね。来なかったとしても子供がズタボロになる姿は数字が取れる映像です。さあ視聴者の皆さん、ワクワクドキドキなエンタメのスタートですよ。なんだこのブラック、こんなことするなんてひどすぎる。こっちへ来い。うわぁ、話して。なんなんだよ一体。バカ、表であんなこと話したらブラックの信者に殺されるぞ。え、お前は確かいつもブラックに絡んでる秋吉。アキラだ。ブラックレジスタンス。どうやらお前は別の世界から来たみたいだな。そういえばレオ博士がそんな研究してたって。てかなんでわかるの？そういう匂いがするんだよ。なるほど。おそらくお前が知ってるブラックとこの世界のブラックは別物だ。数字と人気に支配されたブラックは人間界を支配して魔界や天界をつなげたんだ。そんなのブラックじゃない。お前の世界のブラックは随分いいやつみたいだな。どこ行くの？さっきの子供を助けに行くんだよ。なんでアキラが？子供は未来の僕の視聴者だ。それにブラックを放っておけないしね。なんかこの世界だとブラックとアキラが逆みたい。そっちの世界の僕はどんなやつなんだ？じゃあ俺も手伝うよ。姫ちゃんがひどい目に遭うなんて嫌だしさ。へえ、お前なかなか男らしいじゃないか。よし、じゃあ僕についてこい。うん。カカカ。今回の挑戦者は子供一人ですか。命が惜しくないおバカな男の子に皆さん声援とコメントをお願いします。姫ちゃんは俺が助ける。アキラ、協力してブラックを。って、いない。どうやらこの子は騙されて連れてこられたようですね。そんな。ブラックとの対決。一瞬で決着がついては視聴者も飽きてしまいますからね。これをどうぞ。何これ。小学生がギリギリ解けるテスト問題100問です。不正解1問ごとに天井が降りてきて、全部で10問間違えた瞬間串刺しになります。ギリギリ失敗しないと面白くならないので、ぜひ頑張ってくださいね。命がけのテストってこと？さあスタートです。もっと勉強しておくんだった。カカカ。子供の絶望に染まる表情は滑稽ですね。とにかく解いていくしかない。当たれ。うわー、全部間違いだ。おかしいですね、こんなに間違えるなんて。
どうやら想定より格段に頭が悪かったみたいです。しょうがないじゃんそんなの。こんな動画じゃ数字になりませんね。動画は打ち切りにしましょう。彼はこのまま串刺しにしますか。うわー、助けてー。おや、仕掛けが動かない。伏せろ。誰？黙ってな。邪魔が入ったようですね。あの仕掛けは我が止めさせてもらった。あなたたちは動けるかい。油断したなブラック。お前が自分で言ったルールを無視して子供を殺そうとした動画は撮影済みだ。ダカ君、どうやら一杯食わされたみたいですね。ブラックの卑怯な裏側、視聴者が見たら炎上するだろうな。イッツエンターテイメント。いいでしょ。なら動画の企画を変更して全面対決といきましょうか。任せなブラック。全員食べてやるです。少々生意気なガキが入り込んだらしいの。じーまずいな、子供たちを守りきれない。世界は炎に包まれる。ワールドイズエンターテイメント。厄介な相手が出てきたみたいですね。この事態はやはり彼ですね。想定外の行動、そして想定外に低すぎる能力。まずは不確定要素の異分子から取り除くとしましょう。あなたには運命をねじ曲げるようなおかしな力が働いている。それが世界の修正力なのか特異点的なものなのかは分かりませんが、唯一わかることはあなた別の世界から来ましたね。何これ。サトシ。ああ、そうそう、別世界の俺ちゃんもお似合わでしょうし、よかったら今度ここに連れてきてください。面白い相手は大歓迎ですから。うわー、さようなら。名前も知らない誰かさん。何をしたブラック。元の世界に返してあげただけですよ。さあ、鬼ヤバなエンタメを続けましょう。ワールドイズエンターテイメント。敵か味方か。サトシ、ここは元の世界？こら、勝手に試作品を触るんじゃない。ごめんなさい、まさか別の世界に飛んじゃうなんて。タケ君、それは災難でしたね。ただでさえ試作品なんだ。他の世界との影響を考えると、最悪僕たちがいる世界が崩壊しかねないんだぞ。まあまあ、今はなんともないみたいだし、いいじゃん。たく。ところでどうでした、別世界は。なんだかおかしくなったブラックが世界を支配してたよ。おかしくなったブラックさん？ありそうな世界線だな。たくくん、それは鬼ヤバですね。ぜひ俺ちゃんもその世界に行ってみたいです。ダメだよ、あんなヤバいブラックとこっちのブラックが出会っちゃったらどうなるか。もしかしたら手を組んでもっとヤバいことになるかも。大丈夫ですよ。俺ちゃんがサトシ君に迷惑かけたことなんてありましたか。俺ちゃんを信じてください。ブラック、それは確かにそうかも。いや、いつも迷惑かけられてるよ。そうでしたっけ。そうだよ、何度も騙されてるよ。信用なんてできるわけないだろう。カカカ、バレちゃいました。雰囲気でごまかせると思ったんですけど、そうでもなかったですね。当たり前だ。あらゆる可能性がある平行世界、マルチバース。少しずれるだけで全く違う俺ちゃんがいる世界もたくさんあるかもですね。コロコロコミック4月号ついに発売です。今回のブラックチャンネルは大長編50ページ。なんと俺ちゃんが幼虫バチラーに、とんでもない鬼ヤバ企画がまた始まっちゃいます。さらに最新マル秘情報もぜひお手に取って確かめてくださいね。 This is エンターテイメント。ジージージー。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。